高いよ。はい、体重は425。まあ、調子は安定してますでしょうかね。あ、増えたね。すごくよく食べる。よく食べるようになりました。まあ、な、食べる量はあるでしょ。はい。なんでしたっけ、40でしたっけ。はい、ごめん、身体検査しながらちょっと血液の結果をお話しますね。もう全然戻すこともないし、すぐ食べます。調子悪いと早いんですよね、食べるのこの子。だから同じ量食べとってもなんか食べるの遅かったら調子悪いんだよね。顔こっちに向けてくれる。なえちこちゃん、ちょっと顔見してくれる。オッケー、オッケー。うん、歯ぐきにいるのがいいですよね。よし、見合いにちょっとね、2分にするとさ、たった1回ちょっといい、ちょっとグルーミングして結果をちょっと話しますね。あ、じゃあ送ってください。これで、あれ結婚って話した？してないよね。この前話たと思います。この間、あ、そうですか。はい、そうですね。ないもんね。はい、で、ちょっと正式な用紙が来てるんで、これいつのやつかな。10月2日のあの膵炎の検査、はい、この時は正常でした。はい、高いと膵炎があるなと、感度は高いです。90% 以上の確率で、はい、これが高いんだ。10月3日のおしっこ、UPC っていうのがおしっこの中のタンパク、はい、で 0.5 以上だと高いです。はい、で、実は言うと全く正常な子はね、0.2 以下なんですよ。はい、と 0.2 から 0.5 はグレーゾーンなの。はい、だからまた機会があったらおしっこ見た方がいいかな。で、これがた、ちょっとグレーゾーンで高いですね。これが高いのはタンパク尿なんです。で、タンパク尿がもし本当にある子は腎臓病の進行が早いんですよね。というところかな。結構私もね、だからこの結果はあの胆汁酸が申し訳ないけどやっぱり高いということですよね。今日はもう点滴いないよね。ですね、今日は本当しっかり、ね、しっかり食べてるし、体重も200増えてますから、はい、もう戻ってますもんね。で、うんちも綺麗な、綺麗っていうか、はい、いいうんちをしてるんですよね。はい、じゃあちょっと今溶かしてもらってるから、はい、溶かしてあとデンタルケアだけやって帰る。薬がもうないですね。薬はじゃあ前と中で何週間ぐらいしました？4週間ぐらいですね。あります、薬って。2週ぐらいでした。じゃあこの次は4週出しますよ、調子を入れば。今日は2週ね。はい、じゃあパノラミスと薬を2週間分ね、ちょっとデンタルやる、デンタルやる。はい、ごめんね。ちごちゃん、歯磨きや、歯磨きするけどいいかな。はい、ちごちゃん、ちょっと外そう。はい、帰ってくるわ。はい、あ、ダメだ。はい。そっか、置いていかれると思ってるな、あなた。置いていかないよ、今日帰れる。ちょっと釣り切らないかな。
デンタルケアもやれてます？はい。何秒ぐらいやれます？20秒ぐらい。 OK、 わかりました。で、歯の表面と歯に対して45度の角度で歯周ポケットを狙うというところ、はい、から歯の裏は、この子歯の裏もやらしてくれるんだよね、割とね。で、最後に歯の裏もやれたらいいんで、奥歯がちょっとだけついてるからさ、はい、なるべく奥歯を狙って、奥歯ちょっと見てもらおうかな。ちょっと見てもらっていいですか？この歯ね、はい、この歯まで行かないと、はい、ここまでは綺麗なんですよ、はい、そっから奥がね、はい、